海外に行くということが、まあ、人生のターニングポイントと、自分ももっとこうなりたいなっていう夢をたくさん抱いてた23歳ぐらい、特別な時にまたゆっくり行きたいな。そして第1位は、私がこれまで行ってよかったって思った、思う海外を、ベスト5紹介したいと思うんですけれども、私は、海外にハマったのは20歳の時なんですけれども、初めて一人旅に行って、そこでもう価値観とかも考え方も視点とかがすごい変わって、もう私の人生、海外に一人旅を初めて行って、変わったと言っても過言ではないくらい、私にとってはその海外に行くということが、まあ、人生のターニングポイントとなっています。まあ、そこからは本当に一人旅もたくさんしたし、まあ友達とか、彼とかとも旅行行ったんですけど、そう述べですね40カ国ぐらいですかね。で、最初は100カ国とか目指していろんなとこ行こうって思っていた時期もあったんですけど、でもね30カ国ちょっとぐらい回ってみたら、なんかその新しいとこにどんどん行くのももちろん楽しいんだけれど、まあ人生の縁があればそういうことも今後もしていきたいんだけれど、自分がここが居心地がいいって思う、まあ、ホームのような場所を見つけたらそこに何度も通うっていう、なんかそういうスタイルが私の中ではすごくお気に入りで、だから自分が行くとただいまって帰れる場所が私は海外に何か所かあるんですけれども、まあそういう、感じで私は海外を自分のこう視点を変えたりとか、なんかこうインスピレーションが欲しい時とか、自分自身を内観したり何かこう変えたい時に、インスピレーションをもらいに行ってるような感じです。さて、じゃあベスト5紹介したいと思うんですが、こちらの動画は、YouTube では5までベスト5なんですが、私のオンラインサロンでは実は6から10まで書いているので、そこも紹介したいと思いますので、サロンメンバーさんはぜひそちらをご覧ください。はい、オンラインサロン会員さん募集も、まだもうちょっと入れますので、はい、では、ベスト5からいきたいと思います。ベスト5はなんとイギリスのロンドンです。なぜロンドンかというとですね、まあ、最初に申し上げたように、私は一人旅を20歳の時に2週間初めてして、もうそこからもう劇的に人生変わったんですが、それがロンドンだったんです。このエピソードはいろんな、動画とか本とかでもお話ししてるんですけど、実は昇進旅行だったんですね。私も好きな彼に振られて、もう本当にやるせない毎日を過ごしていて、当時はちょっとなんか一時的にフリーターみたいな、もう仕事も家も東京を引き払って、なんかすごい一時的に実家に帰っていた時があるんですけど、その時にもうこのまま私堕落するのかなって思ったんだけど、なんかやっぱり変えないと、なんかアクションを起こさないと人生変わらないって思って、よし、今までしたことがないことで、自分のその時好きだった人がバックパッカーをしてる人だったから、私も、まあ、バックパッカーまではいかないけど旅 してみようって思って行ったのが本当ロンドンでした。で、まあ、なぜロンドンかというと、ロンドンに唯一海外に友達がいた。ただその友達は学生でめちゃくちゃ忙しかったから、もう私放置されてたんですけど、とりあえずその子のシェアハウスの、なんかエアベッドだけ貸してもらって、寝泊まりする場所を確保して、もう2週間一人で、ロンドン中をこう歩き回ってたっていう思い出があるんですけど、もうカルチャー、もう何でしょうね、見るものを全て、あともう本当に多くの外国人が、いろんな人種の方がこう行き交う街がロンドンなので、本当に刺激をもらったのを今でも覚えています。でも実はそこからロンドンは本当にね、毎年というか、もう今までロンドン10回以上は行ってるんですけど、何かあるとやっぱロンドンに行ったり、今でもロンドンに行くと、その当時のなんかいろんな自分を、ね、思い出して、感慨深いなっていう気持ちになります。ちなみに余談なんですけど、そのロンドンで行く前に振られた彼とは
日本に戻ってきて結婚したんです、まあ、この話はねちょっとあの長くなるので、まあ、そんな感じなんですけど、はい、ベスト、じゃあ4位はと言いますと、メキシコの、まあ、カンクンなんですけど、まあ、カンクンの中でも私はすごい思い出のある場所が、カンクンの中じゃないか、あれちょっと離れてるかな、セノーテというところがすっごく印象に残っていて、もうメキシコ自体がなんかもうすごい楽しい国、もう陽気な国で、本当にいるだけでハッピーだし、なんでだろうな、なんかこう街にいるだけで、そこにいるだけで踊り出したくなっちゃうようなエネルギーを持ってる街というか、でカンクンはまあ本当にリゾート地帯だから、まあ、ちょっとこう高級リゾートなんですけれども、街とかも本当に面白い、ちょっとラテンな感じで、私あんまりその、ね、下のエリア、南米のエリアとかそこまであの旅行したことはないんですけど、多分行ったらすごい好き、フィーリングがすごい好きだと思います。でそのセノーテというのは泉ですね、なんかこうすごい泉わかりますすごい断崖絶壁のこんななんかね、崖の下にこう泉が広がっていて、みんなこうダイブするんですよ、そこに。でもう下がどのぐらい深いとかわかんないですよ、もうまるでなんでしょうね、ディズニーランドのアトラクションみたいな、カリブの海賊みたいな感じです。でそこの泉にダイブしたりとか、あとはもう私が今まで見た海の中であの印象に残ってるのは、まあ、たくさんあるんですけれども、やっぱ1位はカンクーンで、まあ、カリブ海の本当にブルーの海、あのブルーというか水色ですね、白い水色っぽい海のをみんなで船を借りてクルージングしたんですけど、もうその時の海が忘れられない、まあ、なので、まあ、4位はメキシコでした。そして3位は意外かもしれないんですけど、ジャマイカです。多分私ね、あっちの雰囲気がすごい好きなんだと思います。もうジャマイカはカルチャーショックでした。もう人がピースフルだし、まあいろんなことが何でもありな国といえばそうなんだけど、もう本当にそれこそ私が行ったのはキングストンだったんだけど、あのFacebook で知り合った方を訪ねて、まあ、実はその方、私が出てるテレビに、その方もなんかね、会ってはないんだけど共演していた方で、まあ、そのあたりのエピソードについてはあの概要欄にブログのストーリーをね、記事を貼りますので、ストーリー見ていただきたいなと思うんですが、まあ、その女性を訪ねて行って、まあ、彼女はもう何十年もジャマイカに住んでるんですけど、めちゃくちゃあったかくてピースフルな方だったし、もう彼女と一緒にもう本当にジャマイカの暮らしを数日体験したっていう感じだったんですけど、もうね、なんかまあ貧しい国だとは思うんだけど、そのみんながすごい楽しんでる人生を、まあ、そういう経験ができた、まあ、海も最高に綺麗、まああのまあ、メキシコのカリブ海の話しましたけど、ジャマイカの海もそんな本当にそういう感じの綺麗なあの水色のブルーっていう感じでですね、ああもうまた行きたい、またジャマイカ機会があったら行きたいなって思います。はい、そして2位はモナコです。はいまあ私といえばモナコというかね、まあ、なぜかというと、まあ、詳しくはまた概要欄に貼りますけど、まあ、この、出てくる海外のエピソードは全部概要欄にちょっとねブログ記事を貼ろうと思うんですけど、私のすっごい思い入れのある土地ですね。まあ、そういう風にずっとモナコモナコって語ってたら、テレビで取材されて、昔あの深い話というねあのテレビ番組に、まあ、モナコ好きのモナコさんっていう感じであの特集を組まれたことがあるんですけど、まあ、実はその時に一緒に共演していたジャマイカのオカマイさんという方が、私が訪ねていたさっきのジャマイカの方なんですけれども、そうなんです。なんでモナコかというと、まあ、モナコの街ってねすごいこうなんか、セレブリティな洗練されたリゾートみたいなね、クルーザーがいっぱい泊まっててっていうのを皆さん想像すると思うんですけど、まあ、まさしくそうだし、その雰囲気もすごく好きなんですけど、私がもうほんと20代前半の時になんか仕事で訪れた、まあ、仕事といってもすごい貧乏旅行でモナコに滞在できない、モナコのホテルすごい高いから、ニースから車でモナコに行ってなんかモナコの街を見た時に、
あ、なんか世界のお金持ちが集まると言われてる場所だよね、なんかここから見える景色ってこんなんなんだって、私にはもう一生来ることないかもしれないけどもう感動して帰ろうみたいな感じに思って、でも自分ももっとこうなりたいなっていう夢をたくさん抱いてた23歳ぐらいだったかな、その時初めて行ったんですね。なんですけど、その年も今後行くことはないと思っていたところに、でも強く願ってなんかね未来の自分に約束したの、モナコにいながら、私はこういう風になってまたいつか来たいと思う、来れないかもしれないけど私こんな風に頑張るみたいなことをモナコに宣言して帰ったら、なんと、またその何年後かな、4年後ぐらいにたまたまニースに私のお友達が移住することになって、お友達に遊びに行くついでにまたモナコにも遠征してもう来れないと思ってたのにまた来れたっていうところから、私の中でモナコに行くと過去の自分と対話して自分の未来の自分にメッセージを送る場所っていう、そういう場所になったんですね。だからもちろんモナコの雰囲気とかめちゃくちゃ大好きだし、詳しくはまあブログや、まあ過去のテレビはちょっともう貼れないですけれども見ていただきたいんですが、そうなの、だから私にとってモナコは特別な場所、なんか自分との対話が一番した場所かな。モナコとロンドンは本当に自分、過去の自分をめちゃくちゃ思い出すし、自分がその時無理だと思ってたことを未来に叶えて戻ってきた場所で、それを毎年私は毎年毎年、過去の自分と対話して未来の自分にメッセージを送るっていうことを毎年しに行ってたんですよ。だからね、そうだから今は、まあ、コロナで行けないですけど、またちょっと、落ち着いたら行きたいなと、定期的に行きたい場所です。はい、そして第1位はなんとギリシャです。ギリシャのサントリーニ島とミコノス島です。で、実は私ね、サントリーニ島はちっちゃい頃から憧れがあって、サントリーニ島といえばほら白とブルーしかない世界じゃないですか。でも何でしょうね、こうギリシャ神話とか、まあアテネとかも行きましたけど、本当にこう、なんか昔の歴史もそうだし、神聖な感じも大好き、あと石造りの感じとかも大好きなんですけれども、カレンダーとかによく 見る白とブルーの世界に憧れて、いつかここに行ってみたいとか思ってたんですね。で、私20代の後半で結婚したんですけれども、その時に結婚式海外であげるのあげたいなと思って、どうしようって思ったら、まあ、いくつか候補がある中の、私はもうなんとなくインスピレーションでサントリーニ島で挙式したいって思ったんですよ。で、なんとそれを実現したんですよ。だからまあいろんなね、そういう意味でもいろんな思い入れがある場所でもあるし、当時仲間たちが10人以上集まってくれたんです、サントリーニ島に。で、そこからサントリーニからミコノス行って、なんかこうギリシャの島々を船で回って、もうそれがね、本当にもうそれこそ映画、アドベンチャー映画に出てくるような、もうみんなでねすごい楽しんで島を渡り歩いて、なんか若かったし楽しかった。で、まあミコノス島ってちょっとスペインのイビザ島みたいな感じで、パーティーアイランドみたいな部分もある、まあ、時期的には。で、本当にビーチで、まあ、スーパーパラダイスビーチってところがあるんだけど、まあ、そこでもうね楽しい思い出たくさんだし、おしゃれなホテルがたくさんあるし、もうね、私はそうなんです。だからまた行きたいな。でもなんか特別な場所だからたくさん行きたいと思わない。なんか特別な時にまたゆっくり行きたいなって思うし、ギリシャ、ギリシャだけじゃない、ヨーロッパの結構島を本当に船で渡り歩くような、そういう旅が私は大好きなので、また実現したいと思います、ね、他にもいろいろおすすめのところあるので、そちらはちょっとオンラインサロンの方で、6位から10位は紹介したいと思いますが、また、コロナが明けて海外に行けるようになったら、たくさん旅に行って皆さんにレポートしたいと思いますね。また海外早く行けるようになるといいですね。というわけで、今日は私が行ってよかったと思う海外ベスト5でした。
では、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。